ロサギガンティアは日本の競争馬である。馬名の意味はバラ族の種主な勝ち倉は2014年のスプリングステークス、2015年の阪神カップ。7月7日に函館競馬場の芝1800メートルの新馬戦で藤田真次を安城にデビュー。集団からの競馬になるも5着に敗れる。 二戦目は三ヶ月の休みを挟んでの東京の芝1600メートルの未勝利戦。二着に二馬審査以上の圧勝で初勝利。この後500万下のベゴニア賞に出走も、湘南は立ちに最後刺されて二着に赤敗した。二月の東京の500万下で二勝目を挙げると、サツキショートライアルのスプリングステークスに出走。 最後は一番人気のアジアエクスプレスのモウツイをしのぎきり、重傷初制覇を果たしたが、本番のサツキ賞はいいところなく10着に敗れた。この後 NHK マイルカップに出走し、出遅れて最後方からの競馬となり、直線はよく追い込むも逃げたミッキー・アイルを捉えることができず4着に敗れた。秋に入り、小判相手との対戦ではいずれも勝ちきれないレースが続き、 この年を終える。この年前半も勝ちきれないレースがついづいていたが、8月のトキステークスで3着となり、復調の兆しを見せていた。11月のオーロカップは、後一位相から抜け出すと最後は、アルバタックスの追撃を振り切り、久々の勝利を挙げる。年末の阪神カップは先段の後ろでレースを進めると直線で先行馬をかわして先頭に立つと、 外から追い上げてきたダンスディレクターとの叩き合いの末、花さで重傷2勝目をマークした。2016年初戦の KO 杯スプリングカップは3着と構想する。しかし安田記念で9着に敗れるとその後のレースでも不本意が続き、2017年に入っても惨敗が続いた。2017年11月12日のオーロカップに出走したが最後の直線で、 競争中止。レース後、右朝アトク剣脱衣と判明し、競争能力喪失となり、同年12月20日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、千葉県成田市の緑の馬牧場で乗馬となる。ありがとうございます。